こんにちは、元気かい？元気です、元気です。眠い、すごく眠い。眠そう。さっき30分前に起きました。とりあえず12時までやります。よ、こにゃにゃちは。30分間ぐらい、30分やって、次12時半です。なんかやろうかなっても思ったんですけど、30分の間でなんかできあんまなんかできないな。ランク11位まであと74,647ポイントだって。昨日何位だろうと思ってみたら12位に下がっちゃってた。びっくり、びっくりしました。ダイススタッキングとか最近やってる？最近やってないです。あるのでいずれかやろうと思います。今日何時に起きた？11時に起きました。大きい紙に配信時間書いて来た人が見れるようにしてほしい。大きい紙、イベント出るの初めてです。最近何してる？最近
ライムビデオ見てます。星三周投げとかわかる？わからない。昨日調べたんですよ、どういう意味なのか。あの星してみたいなのはちょっとわかります。プライムビデオいろいろ見れるから便利で、すごいいろいろ見ます。テレビに挿して大きな画面で見てる。テレビで見てます。フォローしました、ありがとうございます。プライム会員だと映画だけじゃなくて漫画とかも見れるから嬉しい。え、漫画も見れるの？知らなかった。パジャマじゃないです、着替えました。あの上着を羽織ってるだけで。漫画とか読む、漫画読みますね。実際あの電子漫画は読みます。山形新幹線だったかな、新型車両を導入して最高時速320キロ走れる仕様になるらしい。もともと何キロで走るんだろう。パジャマ配信も待って、いやパジャマでいっかなってちょっと正直思ったんですけど、ちょっとさすがにあのモコモコの部屋着になります、なっちゃう。今日も部屋が寒い、部屋寒いです。え、でも毎日こんなもう昼近くまで起きてたらさ、絶対学校の時起きれない。雨降りそうです。降りそうな感じの曇り。春休みの宿題全部終わった。全部終わってないけど3月中に終わすっていう予定で、あのあと一つぐらいで終わりだから、あのあなんか一日何ページしたら終わるみたいなのをの計算して毎日やったら3月中には終わる予定です。計画通りなんだ、なんか計画的にやらないと絶対やらないので、性格上だからいろんな計画立てながら生きてます。
おわしますって山形の方言。おわしますって多分全国言うんじゃないかな。山形の方言じゃないと思います。山形行ってみたい。ぜひ来てください。何歳？16歳です。で、これ昨日思ったんですけど、どっちも桜餅ですか？桜餅好き。桜餅最近食べない、食べてないからなんか食べたいって今思いました山形県、山形県酒田市に行ったよ。 NHK ドラマおしんの場所。おう、おしんの場所、銀山温泉かな。ウインクして、ウインク、秋田県から応援します。近い、秋田、山形の上。すっぴん、すっぴんです。すっぴんなんです。隣はあの宮城県。もうすぐ後輩になる17期生にパイセンから一言お願いします。なんか同い年の方が入ってくるかわからないですけど、もし入ってきたらお友達になりたいです。同い年の方がいないので、多分同い年の方がいたら少しでもなんか仲良くなれそう。ひゆか同い年じゃない？ひゆかちゃんとれみちゃんは1個下です。1個下なんですよ。メンバー高校生少なくなったね。そうですね。
AKB はないだし、そうです、 AKB が結成された1ヶ月前に生まれました。1ヶ月もないな、いや1ヶ月、うん、1ヶ月もないうち、中西千織ちゃんがましろちゃんに会うのが楽しみってして、あ、なんか YouTube のやつをあの見てすごい、ってびっくりします。ラストアイドル坂道シリーズ3姉妹グループ AKB48 6姉妹グループが大好きです。すごいいっぱいアイドル、花粉症ではないですか。花粉症ではないのか、いやわからないです。花粉症なのかな、いやでも鼻炎ではあります。すごい、11位まであんなに差が開いてたのに、と36,637ポイント。次は12時半からです。飛行機は乗ったことある？飛行機はないです。空港には行ったことある。AKB で一番好きな曲はラブトリップです。ご飯食べる時間ある？ご飯食べる時間30分の間に食べます。今部屋の温度何度？部屋の温度は14度です。飛行機に乗ってみたい、乗ってみたいです。すごい乗ってみたい。あやねちゃん、昨日エクステしてずっとツインテールしてた。あ、なんかすごいツイッターでロングになってるの見て伸びてるって思いました。すごいどっちも似合ってるってすごいです。さすが山形。でもこれ合ってるかどうかわかんないんですよ。ちゃん付けしてる先輩いる？あ、なんかそのこの前のあのコンサートの時に下口ひななさん
に初めて話っていうかして、ひななちゃんって呼んでねって言われました。ななちゃん、そうなんですよ。嫌だって言ったの。言ってないです。言わない。ひななからはなんて呼ばれてる、なんて呼ばれてるんだろう、わからない。普通にマシロちゃんとかじゃないですか。マシロッティ、マシロ、なんかマシロッティって小学校の時に掃除の時に一時期呼ばれてました。マシロッティじゃないの、マシロッピーか。マシロッピーってなんか先輩小学校に先輩後輩ないかもしれないけど、年上の人に。最近ラーメン食べた。最近ラーメン食べました。先週食べたぐらいです。名字読めなかったのか。名字山形ラーメンってどんなの？なんか縮れ麺なんですよ。だからすごい、あの縮れ麺しか食べないから、あのもし東京とかで食べるってなった時にラーメンが縮れてないからびっくりっていうか、びっくりしました。醤油系、醤油わからない、そういうのはわからないけど、縮れ麺しか勝たんか。そうなんですよ。なんかその麺と縮れてるから麺にこう絡むじゃないですか。冷やしラーメン好き？冷やしラーメン実は食べたことないんですよ。あと5分で12時だよ。本当だ。ランキングも読んだ方がいいですかね。それとも7時の時に、最後の今日の最後の配信の時に言った方がいいんでしょうか。読みます。じゃあ今読みますね。13位、RUI さんが多分、すいません読めないです。12位、 NOR
N3、 11位トマソンさん、10位ケンジさん、9位ソノッチさん、8位雪村さん、7位ナラナラさん、6位ギャレスさん、5位カメムシ兄さん、6位プッチーニさん、3位レディオスさん、2位ネコピさん、1位ニックさんです。ありがとうございます。まああと4分ぐらいあるんですけど、次は12時半からなので、ぜひ皆さんまた来てください。本日1回目の配信お疲れ様でした。ありがとうございました。本当皆さん来てくださって、昼ご飯はラーメン、どうなんでしょう。でも麺類だと思うけど、ゆいゆいがドラマを出るみたいだね。あ、そうですよね、すごいって思って、見たい、すごい見たいって思いました。僕はこの後味噌ラーメンを食べる。いいな、味噌ラーメン食べたい。自分は風呂です。風呂ってことか。コンタクトですか、メガネです。あ、今はしてないけど、メガネなんですよ。家にいるときはずっとメガネかけてます。メガネ姿みたいな。じゃあ次か次ぐらいの配信で見せますね。あ、12時だ。ありがとうございました。こんにちは。30分ぶりです。
うん、遊びに来たよ。やった。ご飯急いで食べたの。ご飯はまだ食べてないです。初めてマシロちゃんのルーム来たよ。透明感すごいよ。透明感すごいですか？今から仕事だ。仕事、土曜日。頑張ってください。今日はメイクしないの？どうしようかな。しないかもしれないです。同じ県民同士応援します。じゃあ山形県の方ですか？ありがとうございます。でさっき眼鏡姿を見たいって言われたので眼鏡持ってきました。なんかずっと学校の引き出しに入れてたんですよ。だからずれちゃったんですよ。壊れた。普段メガネかけてるの？普段っていうか授業中とかそういう、あと家にいるときはかけてます。なんかメガネかけると一気に芋みたいになっちゃうって言われます。しかも今前髪が短いから学校の眼鏡久しぶりにかけました。5月のキスバイエイト、マシロちゃんがお手伝いの日に行くよ。
手伝いの時にすごい揺れちゃった。入れられるかなって思ったけど無理です。普段は学校に置きっぱなしにしてるの。学校に置きっぱなしです。春休みだから置いてきました。間違えなかった、春休みだから持ってきました。通学の時はメガネしない。通学はしないですね。ガチメガネ、ガチメガネです。どう入ってます。お昼ご飯は何食べるの。お昼はまだわからない。視力めっちゃ悪い方、視力は悪い方です。 0.1 と 0.05 とかなんかだったような。何気に虫が目に入りづらいからいいよね。虫、目が虫に、虫が目に入る、目に虫入ることって普段ありますかね。害虫とか、害虫か、害虫、害虫駆除。夏に自転車乗ってるとあれ、ああなんかあの集団でいる虫ですか。ドボンは最近してますか。最近っていうかたまに、たまになんかしてます。勝ったり負けたりしてます。対戦してみたい。あ、じゃあこの30分の休憩の間、休憩っていうか間に1、2回やろうかな。配信中良いと思う。配信中だとこの携帯でやってるのでできないんですよ。
メンバーとドボンで対戦したことある？多分ないんじゃないかな。あるかな？多分ないです。ヒューカとレミタンが対戦したらしい。え、すごい。たまたまなのか一緒にやったのかわからないけど。誰かのときめき持ってれば対戦したことある。せーのでスタートすればチャンス。ランク11位まであと 52,273 ポイントだって。なんか昨日ぐらいにここにニキビができたんですよ。でもちょうど、そんなことないか、なんかちょうど隠れてないですか？隠れてないか。なんかちょうど隠れるかなって思って、あんまりわかりません。あんまりわかんない。気にならないですか？離れてたらもっとわからない。ここからだと隠れて分かりません。ちょうどギリギリです。外はまだ雪は降ってないけど雪はあります。あの今の時期の雪ってすごい茶色いっていうか土と混ざって汚いんです。雨も降る。多分これから雨降るのかな。雪は嫌いですか？嫌いではないです。全然嫌いじゃないんですけど、もうそろそろ春になってもいいんじゃないかな。春が一番季節の中で好きなので。
春はテンション上がるよね。なんかそのなんか天気良くてポカポカしてると急にっていうか自然に気分が上がります。心がうわーやったーってなります。春は夏へ向けての準備期間。なんか夏なんか今多分寒いから、あ昨日言ったか、なんか夏夏で今いいなって思うけど、夏が来たら絶対冬いいなってなりますよね。花粉症なので春のウキウキは半減です。花粉症大変ですよね。今何人に一人ぐらい、なんかもう花粉症の人って多いらしい。テレビで前やってました。雪国だと本当に春が待ち遠しい、ね、なんかこの前あの県民賞を見ててやってたんですけど、雪のいいところはみたいな、春が来るとあ春来たなっていう感じがすごくあるみたいな言ってて、確かにって思って、すごい待ち遠しいっていうか春だってなります。10分。春の山と春の海のどちらが好きですか？春の山だったら桜とかあるだろうけど、春の海って何が違うんでしょうか？なんかだから春の山がいいですね。桜が見れるから。春の海は水温がちょうどいい。あ、確かに暖かいってこと。早く満開の桜が見たいです。和歌山県では高野山に雪が積もると冬だと感じて飛散維持かな、わかんない、飛散維持かなに、わからない、桜が咲くと春を感じる。そういうお寺があるってことですか。高野山でした。君井寺って読むんだ。君井寺すごい。すごい流れ星。
花見の屋台も、花見の屋台もいいね。ほんといいですよね。花見絶対屋台で優しい。あのチョコバナナは絶対買います。なんかよく多分今普通に売ってないけど、よくリンゴ飴とかなんか出てくるじゃないですか、なんかで。実際には見たことないけど、屋台で夏祭りにリンゴ飴持ってるっていうイメージがあるけど、屋台であのリンゴ飴売ってるとこ見たことなくて、実際にすごい羨ましいなって思って。でも秋ぐらいになったらリンゴ飴専門店みたいなところに行ってリンゴ飴食べます。チョコバナナ私も食べる。チョコバナナ絶対絶対食べます。1本2本ぐらい。リンゴ飴って意外と見ないかも。だからすごいあの憧れだったんですよ、リンゴ飴食べるの。夢が叶いました。クレープも食べる。クレープか。クレープも食べる時もある。あとなんか食べるんだよね。あと綿飴とかも売ってるじゃないですか。綿飴実はあんまり食べられないんですよ。あんまりちょっと苦手なんですよ。綿飴は口の周りがベタベタする。なんか作るのは多分楽しいと思うんですけど、ちょっと食べるってなるとなんかあんまり。綿飴嫌いですか？綿飴好きじゃないんですよ。でも幼稚園の時にそのプリキュアとかかかってるやつを食べないくせに買ってもらって、そのままなくなる。感触とか、感触っていうか味がなんか味がちょっとあまり好きじゃない。甘い。そう、最近食べないから味もちょっと覚えてないんですけど、そう、甘すぎなのかな。なんか味がちょっと。パイセンはバイトするなら綿飴作る係でいい。全然いいです。いいけどベタベタなりそう。ゴム手袋つけてやりたい。楽しそう。綿飴作るキットみたいな売ってますよね。忘れたんかい。全然食べてないんですよ。10年は絶対食べてないです。あと4分で1時。早い。あと本当だ。あと山形県だとどんどん焼きっていう、なんかお好み焼きをこうパタンパタンってしたみたいな感じなんですけど、すごい美味しいですよ。海鮮がアルバイトするなら何したい？私ずっと幼稚園からしたいなって思ってたのが、あのアイスクリーム屋さん、こう
それがすごい好きです。好きですっていうかすごい憧れてました。今でもちょっと憧れてます。友達に頑張れよって今言われました。見に来てねって言ったら行けるかわからないって言ってたから、じゃあ見に来れる時来てって言ったら頑張れよって。トルコアイスの店員さん、なんかトルコアイスって伸びるやつですよね。一回食べてすっごい美味しかったんですけど、もう売ってないから食べたかったです。友達さんこんにちは、見てるって言ってました。見てるらしいです。友達が綿あめ作るの下手くそって言われました。作ったことないんだけど。作ったことないんですけど、渡されそうになってなかなか渡してくれないトルコアイス。なんかそういうのはやったことないんですけど、コンビニで、あ、59分だ。待って、ランキング読んでない。ランキングだけ急いで読みますね。じゃあ13位ケンジさん、12位ヒロチさん、11位クマコウさん、10位ウエケンさん、9位ビックリマークさんかな、8位リリオスさん、7位カトケンさん、6位サッタンさん、5位マーローヤカさん、4位オフェンスさん、3位アルレキーノさん、2位ヒデリンさん、1位桃の天ぷらさんです。1時だ、すいません。急に、じゃあ次は1時半です。30分後にまた会いましょう。バイバイ。昼ご飯です。何食べてるの？ラーメン。ラーメンです。何味ですか？醤油？
更新できてない。一回切ってもう一回やればいいんです。いいのかな。一回切ってもう一回もうすぐやりますね。おまんは金魚、赤べこです。弟と色違いの。細ちぢれなのか中太ちぢれなのか教えて。これ何でしょう。中太か細か分かんないです。中部とか。福島の赤べこです。爪かわいい。爪伸びてるだけです。何もやってない。やりたいんですけど、やろうかな後で。ラーメンの具はないです。ラーメンだけ。もしかして自分で作ったんですか？
ママが作りました。まっちゃんの箸の持ち方ちょっと独特だね。バレちゃった。箸の持ち方が上手ではないんですよ。下手っぴなんです。赤べこの丼かわいい。なんかこれ多分ばあちゃんが買ってきてくれたのかな。じいちゃんとばあちゃんが私と弟に買ってきてくれました。ラーメンとかの時は毎回これです。味変とかする？胡椒とか七味とか。胡椒はたまに、本当にたまに入れたりするぐらい、あんまりしないですね。そういうのにかけたりしないんですよ、あんまり。生で食べるっていう、生で食べるタイプ。ニンニク入れたりするの？ニンニクは入れないですね。入れないと思う。入れないです。この自体は一体、この自体なっちゃんは秋葉原がラーメン激戦区なの知ってますか？そうなの？東京のラーメン一蘭ぐらいしか食べた時ないです。なんかすごいじゃないですか、一人でやったりとか、こう開けたり、あっちからこう開いたりすごい楽しい、楽しい。替え玉した？替え玉してないです。もうお腹がいっぱいだったから。面白いよね。なんかそう、自分の世界みたいな感じで、すごい行ってみたいなって思って、帰りまで時間あった時に食べました。
Amazon プライムでラーメン大好き小泉さんのアニメ面白い。あ、なんかこれっていうかテレビでなんかラーメンを食べるアニメあるんですよみたいなやってた。聞いたことある。一人で行ったの。一人で行きました。その帰りの新幹線まで時間があったから 2,3 時間ぐらいそこにいました。その後杏仁豆腐食べて帰りました。メガネどうしたの？メガネはありますよ。ただ曇るから撮りました。メガネ外したらなんかより見えなくなるんですよ。メガネ何本持ってるの？2本。これ2台目っていうか2台目のメガネなので、1台目もあるけどなんかずれてる。って言った。2台目なんです。1台目はパワーパパのやつ。どう合ってる？どう合ってる？視力どれくらい？0.1 と 0.05 とかそんな感じだった。まあまあ悪いんですよ。ウィキに追加情報、ウィキペディア、エゴサとかする。エゴサはします。エゴサ結構するかもしれない。普段コンタクトでしょ。普段は普通に普段何もしないです。何もしないから見えない。だから日常的にメガネやらないといけないんですけど、メガネかけないといけないんですけど、かけるとあんまり極力かけたくないんですよ。疲れるし。
メガネかけると OL 感出るな。 OL 感出ますか。芸人さんもいますか。なんだっけかな。最近は家族みんな錦鯉さんがにハマってます。こんにちは。そうです、こんにちはの方の錦鯉さんにハマ、最近ハマってるんですよ、家族みんな。山形のご当地芸人さん、ご当地芸人さんというか、あの出身、山形県の出身の芸人さんは、あの宇土鈴木さんとか、あとなんだっけ、鉄&友の方とかですね。青ジャージの人、そうです、鉄&トムさんの青ジャージの方の方です。と山形のご当地芸人さんは、あとすみます芸人さんとか、山形すみます芸人さん、最近テレビで好きなギャグある？好きなギャグ、山形でアンロケしたよね、あの早坂つむぎさんはですか。見ました。
トップ30。11位になった。ありがとうございます。11位になった。やった。ランク10まで82009ポイントだってだろう。そういえばさっきあの友達が来たじゃないですか。あの13位以内に入ってたらしいです。だから名前をさっき呼んだみたいです。友達まだ見てる。友達見てないんじゃないかな。そう、さっき乗ってたらみたいです。自分も頑張ります。頑張ってください。57分なのでランキング読みますね。13位モーモーさん、12位プッチーニさん、11位明日から隠れて応援します、10位夏月さん、9位ギャレスさん、8位秋葉町内会さん、7位レディオスさん、6位雪村さん、5位陽次郎さん、4位熊城さん、3位サコチサッタンさん、2位ネコピさん、1位 RUI さんかな。ありがとうございます。次は3時30分ですね。3時30分にまた次始めるので、ぜひ来てください。すごい、でも順位上がってすごい嬉しい。
応ショールームのあの予定表、ライブ予定表みたいなのに書いたっていうかやったので、ぜひ来てください。すごい10位になれてよかったです。間違った、11位になれてよかったです。ありがとうございます。あと1分、ランク10まであと 72,812 ポイントだって。最後にここに次3時30分に、ま、こんにちは。ちょっと課題が終わってないので、今日の分の課題をします。テロップ忘れてた。最年少、最年少じゃないです、最年少の1個上、最年少ではないです。最年長8だれだ、誰だろう。岡部凛さんとか。ドアに狐さんがいるの。ドアに狐がいます。岡
これシールじゃなくてなんかこうこすってこう貼るやつみたいなやつでちょっと破けてるんですよ。お昼ご飯食べた、さっきの配信で食べました。剥がれないの？剥がれないですね。簡単には剥がれません。全然なんだろうこれと思ったら後ろのあれだった、シール。これの配信含めてあと3回今日配信します。イベントの中では最年少だね。そうですね、頑張り。5時半と7時半5時半、そうです、5時半と7時半、5時半からと7時半からのします。
なんか書いてるの、課題をしてます。英語の課題をしてます。今日の分の課題がまだ終わってないので、課題多いの、課題すっごい多いです。本当にいっぱいあるんですよ。あとなんか自主弁みたいな感じのやつもあるんですよ。自主弁っていうのが一番困るんですよ。なんか一個なんかもう決められてたらその通りやればいいからだけど、何ページとかって決められてないからどこまでやったらいいのかが分からなくて、そういうのが一番苦手です。自主的に勉強ですね。そうなんですよ。だから友達どのくらい書くかを聞いてちょっと大体決めていこう、大体ちょっと書いていこうかな。なんかダジャレ言ってみて。ダジャレ？布団が布団だぐらいしか分からない。どのくらい ?2 時間ぐらい、間違った、1時間半ぐらいかな、あの空き時間があったじゃないですか。だからその間にあれやってました。スイッチのマイクラまた最近ハマり始めて、たまにやったりしてます。なんか今雪山にお城作ってて、寝るところと王様の椅子とキッチンはできたけど、その他何作ればいいか分からなくて、お城の中に何あるんだろうって思って。何がありますか、お城の中って。だから何をやろうかなってちょっと今悩んで、やめたところです。
ランク10まであと 42,510 ポイントだって。お城の中、お城の中です。ポケモンもやってる。ポケモンはあの弟がポケモン大好きなので弟と一緒にやる用のなんかポケモンのゲームならスイッチじゃなくてスマホに入ってます。ほんともう遊ぶ時しかやんない、やんないんですよ。わけも分からず入れて戦っ、なんか一緒にチームで戦い、ま、戦ったりしてます。キッチンは？キッチン作りました。作ったけどなんかもう火あるだけみたいな。キッチン作って、あと何、何だろう、何があるだろう、なんか洋風のお城なんですよ。どうしようかなってちょっと考えてる。寝室は、寝室も作って、あの下がお花いっぱいあって、ガラス、ガラスあってお花あってみたいな、すごいあのちょっと自分的にお気に入り、お気に入りのところです。まだ天井が作ってないんですよ。なんか屋根っていうかここの部分がちょっとどうしたらいいか分からなくて、とりあえず上が開いてるけど最後に閉めようと思って。シャンデリア、そっか、シャンデリア作ればいいのか。シャンデリア作ろう。シャンデリアと、あとなんかこう下にあるやつでなんかあるかな。でも一応なんか仮で、あの建物、あのペット、白熊とかラマとか豚とかをあのが入るところを一応なんか仮として作って、作ったんですけど、あと噴水もあります。噴水あって、その中にウーパールーパー10匹ぐらいいるかも。作るの大変だけど巨大な水槽を作れた。巨大な水槽、巨大な水槽か。なんか家、自分の家に一応あるんだけど、なんかこう流れがこうなってるから、みんな魚たちが下にこういっぱい集まっちゃってて、詰まっちゃってるんですよ。ラマってアルパカみたいなやつだっけ？そうです。アルパカとラマの違いがよくわからないけど、私も最初アルパカって言ったら、弟にこれラマだよって言われて、まあどっちでもいいんじゃないかなってちょっと思って。
とりあえず1ページ終わったのでもういいです。後でやります。多分次の配信が5時半だから1時間半ぐらい空いてるから、その間に3ページぐらいやります。3ページぐらいやってってね。ありがとうございます。前髪短いからうつ伏せで寝たら大変なことになりそう。アイロンしても絶対治んないんですよ。私の寝癖すごい頑固な寝癖だから。好きな科目ある？好きな科目はないです。科目全部ちょっと苦手、ちょっと嫌いです。勉強が嫌いなので。オルガン生徒会が配信中。音楽ってあるの？音楽はないです。音楽はないですね。そちらまだ雪ありますか？雪はあるけど、まあ溶けてきたぐらいです。溶けて少なくなってきたっていうぐらい。レミちゃんが東京コーデ？レミちゃんが東京コーデ？じゃあ57分になったらランキング読みます。またバタバタやばいやばいってなっちゃうんです。東京は桜が咲いたみたいですよ。もう散ったんじゃないですか？満開なのかな今。桜が見たい。でも早い桜、なんか早めに咲く桜をもらってきたのかな、買ってきたのか分かんない。あ、もらってきたのかな。ママがもらってきて3月くらいに、3月くらいにあの咲いてもう散りました。家に置いてたんですけど、ストーブつけてたから
暖かいかったのかな。近所の公園は7割咲いてるって書いてる。7割ってもうほぼ満開じゃん。いいな桜。なんか昨日たまたま天気、スマホのその天気のあれじゃないですか、アプリ、それを見て普通に自分住んでるところの気温と東京の天気見て、東京20度なのに対して今山形県6度とかで、えってなります。すごい全然違うじゃんみたいな。マッシーさん憧れのミオキュンチュンか、ミオチュンも桜色スタンダードの位置に。ミオチュン、ママに言われたんですけど、前髪こう多分こうこうなるらしくて、私だから今回もそうなるんじゃないって言われて、本当にそうなってます。地元山形県生まれです。そう、山形県生まれ。まっちゃんは桜の花びらたち歌ったことある？ありますよ。なんだっけ、そのと12年か13年のあの周年、 AKB が結成して12周年か13年周年ぐらいの月の先に歌います。57分になったよ。本当だ、58分になってきた。じゃあランキング読みますね。13位、小、間違えたらごめんなさい、小書生トミーさんかな、すいません。サコッチさん。11位サッタンさん。10位 NON さん。9位ココロンさん。8位エイティさん。あれ、11位ギャレスさん。10位コズミンさん。9位青森からさん。8位トマーソン。7位ルカディさん。6位アレルキーノさん。5位カメムシ兄さん。4位クマシロさん。3位ネコピさん。2位 RUI さん。1位今日から隠れて応援しますさんです。毎回ランキングの中に入ってくれてる方いらっしゃって、英語の方とか、あの漢字の方とか読み方間違ってないですか？間違ってたらごめんなさい。じゃあ次は5時半なので5時半にまた会いましょう。バイバーイ。
こんばんは。さっきぶりです。1時間半ぐらいぶりです。マニキュア持ってきました。マニキュア塗ろうか、ちょっとどうしようかなって思って、でも塗ったらすごい部屋中が匂いがすごくなるかなって思って、いっぱいやります。なんだっけ、幼稚園の時にガチャポンで買ったマニキュアとか、これめっちゃ集めてて、3つ、今もう固まったりして3つしかなくなってたけど、こういう宇宙みたいな色持ってるんですけど、使ったことないんですよ。一回も使ったことないです。これもだけ塗ろうかな。じゃあどうしようかな。あんまり目立たないようなこのさっきのこれにしようか。マニキュア仕事で使うことが多いな。ネイリストとかのお仕事ですか。なんかネイルとか一回してみたい。一回っていうかして、大人になったら絶対しようって思って。あ、待って、開かない。開かない。開かない。開かないです。開かない。どうしよう。お湯で温めるしか開けられない。固まってるのかな。せっかく開かない。これが開いた。これ開いたけどピンク。くっさ。部屋中が大変な匂いになる。
これ開いたのでこれにこれつけます。すごい久しぶりにネイルじゃなくてマニキュア。それは何色ですか？ピンクです。なんかみずみずしいみたいな。だから多分色は薄いと思います。塗り終わりました。10位になった。ありがとうございます。10位だ。すごい、9位までの差がすごい。25万3368ポイントだ。どんどん注意を。星を25万投げる。あ、25万、あと25万だから。足塗り終わりました。塗り終わったけど絶対どこかにくっつけるからこのままにして、手は透明塗ろうかな。
イベント参加するのは初めてだったかな。初めてです。ポイントの集め方を勉強した。あ、昨日の集め方、どうやったら集まるんですかって聞いた方ですかね。よかったです。では透明を塗ります。透明がもうこのぐらいしかないんですよ。あのなんだっけ、前スマホケース、透明のスマホケースに、あの肌触りが嫌だったから、手触りが嫌だったから、あの透明のマニキュアが塗ったんですよ。なんかそのせいでなくなりました。大失敗でした。透明なら学校で怒られない？いや、そこまで見ないと思うけど、普通に怒られると思います。普通に、でも友達同士で、あれ、透明のマニキュア塗ってるって分かるんですよ。分かるじゃないですか。この前学校に友達が塗ってきました。ここは厳しくない？ネイルとか厳しいです。あの東京の高校、公立校、なんかブラック校則がなくなったみたいな言って、なんかあるじゃないですか。羨ましいって思います。でもあんまり変わんないけど。先生に接着剤塗ってますよ。接着剤はさすがにバレます。接着剤塗りました、なんでそんなところに塗ってるのって絶対なる。塗りました。全然見えないけど。ツヤツヤしてんの分かりますか？友達が見に来てくれたらしいです。
右手が塗る方が利き手じゃないから難しい、うまく塗れないかもしれない。すごいいっぱい塗っちゃった。でもこのチョコ液で外すときが一番大変かもしれない。匂いが。24枚になってる。1万くらい減りました。100均に簡単に取れるの売ってるみたいよ。あ、なんかあれですよね、あの指さしてぐるぐるぐるっちゃ取れるってやつ。私もあれ、あの自分で作ったんですよ。スポンジにチョコ液いっぱい染み込ませて、もう手がめっちゃスースーするし、あの細かいところとかが取れなくてやめました。塗り終わりました。次は7時半。そうです、7時半、次は7時半です。シートタイプで50枚ほど入ってる。でネイルリムーバー、ネイルにリムーバーってなんだろう、めっちゃ使いやすい。私の家の近くにもあのなんかネイルシールみたいなのとかが売ってるんですけど、すごい買いたいなって密かに思ってます。乾いたかな？乾いてる。こっち乾きました。23万になった。
回線はパステルカラーのネイル似合うよ。パステルカラー嬉しい。パステルカラーが好きなんですよ。すごい嬉しい。パステルカラーが似合うって言われる。皮膚まで塗っちゃった足。ちょっと足はちょっと見せられないんですけど。ちょっと。取れた。お、踏んじゃった。多分乾きました。こっちはまだ分かんないけど、こっちは完全に乾きました。換気、換気しないと匂いが。爪長いね。長いんですよ。深爪が嫌いなので。削っといちゃった。ハローフロム インドネシア。爪を磨いたりすることある？ない。あー、たまに、本当にたまに、1年に1回あるかないかぐらい。英語読めるのがすごい。英語読めないんですよ。そういうめっちゃ簡単なのしか読めない。英語は本当に一番点数が悪いので。
56分になったよ。本当だ。22万になりました。ありがとうございます。57分なのでランキング読みます。13位ケンジさん13位ケンジさん、12位ルカディさん、11位 RUI さん、10位プチーニさん、9位 NON さん、12位シンさんかな、 SHIN さん、11位まろやかさん、10位ネコピさん、9位今から隠れて応援しますさん、8位サッタンさん、7位トマソンさん、6位ハイヨゾラさん、5位レディオスさん、4位わさっぴさん、3位ニックさん、2位きびだんご非公認さん、1位フォレスト系男子さんです。次は7時半からです。最後、今日最後なので。ぜひまた来てください。あと1時間半後ぐらいです。あと1分。あと30分、あと30秒ぐらい。お星様仕込んどくね。仕込んどく。お願いします。あと10位になれてよかったです。ありがとうございました。バイバーイ。こんばんは。1時間半ぶりぐらいです、うん、今日最後の配信です。ゆっくりできた。ゆっくりっていうか、あの夜ご飯がピザだったんですよ。で、なんか 2,3 枚食べて、あ、もう1枚ぐらい食べようかなって思ったら25分ぐらいで1分ぐらい遅刻しちゃいました。
ピザ最近食べてないです。私もめっちゃ久しぶりにピザ食べました。デリバリーピザ、テイクアウト、テイクアウトピザです。さっき9位の方誰だろうなって思ったらひななさんでした。ひななさん、さっき配信してらっしゃったのですごいまた差が開いちゃった。ところで明日の時間も今日と同じ。あ、そうなんです。明日なんかちょっと予定がっていうかあるので、明日5時6時とかから朝の5時6時くらいにから、あと多分3時間できるかもわからないんですよ明日で。なんか夜も多分できるかわからないっていうか多分できないと思うので、朝の5時とか6時、多分5時だと思うんですけど、ちょっと頑張って起きるので、寝起きすごい本当に寝起きのパジャマかもしれないです朝2時間多分3時間は多分できないと思うから2時間ぐらいかな、2時間くらいだと思います。自分も起きられるかがわからないけど、本当に寝起きになるかも。明日は朝5時です。ツイッターに載せてね。載せます。新聞かな。新聞届くよりも早い。新聞は4時ぐらいじゃない？5時。まあ場所によるかもしれない。早起き得意なの。早起きめっちゃ苦手なんですよ。この世で一番苦手です。起きられたらもう勇者よ。起きられたらっていうかもう起きるしかないのでとりあえず起きます。ちょっと寝ぼけてるかもしれないけど、寝起きのパジャマ配信かな。パジャマ配信ですね。絶対パジャマ配信です。
配信中に寝落ちしたメンバーたくさんいるもんね。寝落ちはしないように頑張ります。お腹が鳴った。あしろちゃん応援しに来ました。応援してください。一気に減ってる。すごい。あと24万になってる。ありがとうございます。いつになく真っ白焙煎が頑張ってる。3位以内に入りたいので応援よろしくお願いします。あと5日、あと5日間かな。5日間、あと5日間。でも高校生制限を受けて苦戦するよね。高校生だからまあ仕方がないですね。すごいいっぱいだるまが。昨日より身長伸びた。昨日より 0.0 何歩かは多分伸びてるんじゃないですか。あ、でも身長止まってるのかな。多分昨日より伸びたのかな。どうなんでしょう。小学生とかだったら絶対昨日よりは伸びてる。ちなみに月曜日の配信時間はどうでしたっけ。月曜日、そうなんですよね。月曜日から平日じゃないですか。平日、今日みたいに6回するべきか、それとも、でも平日だからみんなお仕事とか学校とかあるじゃないですか。だから3回ぐらいに分けた方がいいのか。平日なんで夕方から夜でお願いします。夕方から夜ってなったら金曜日みたいな感じになると思います。基本学校は休み中。あ、そっか、学校、私も学校休みだから、そっか、学校、そっか、学生の方は春休みか。平日は22時まで配信できます。22時、10時。社会人が多いんじゃないかな。そうですね、社会人の方がほとんどだと思うので、1時間を3回するかするかな、じゃあした方がいいですかね。
やでも6回の方がいいのかな。でも6回以上、絶対6回以上増やすと、なんかその結構はん、もうすぐ、あ、時間なった、切りますみたいななっちゃうと思うので、3回か6回なんですけど、3回がいいです。3回か、じゃあ3回にしようかな。平日は月曜日から。23万2764ポイントだって。あと多分これからメンバーの方々がまた配信すると思うので、それで多分抜かされちゃう、抜かされちゃうんじゃないかなって思うので、今のうちに配信して、平日はお仕事お昼休みの12時15分から12時45分とか、12時15分から45分、お昼休みの時間でも、昼休み結構バラバラですよね。12時から2回、うん、でも3回の方がいいです。昼休みは大体どのくらいなんでしょう。12時の間の12時からなのか、1時からの人が多いのか、多いっていうか大体どんな、どうなんだ。昼に1時間、夜に2時間って感じか。そうですね、昼にとりあえず1回して、夕方1回して、夜に1回します。じゃあ橋田ちゃん5番です。名古屋から見てます。5番です。先輩方の夜配信の上げはすごい、すごいですよね。私も昨日追い上げられちゃいました。だいたい12時からなので、普通に12時から、12時ぐらいから始めて、月曜日からは1回12時から始めて、で5時、まあ1回やって、で最後に8時からやればいいんじゃないでしょうか。で大丈夫ですか。
いいと思います、いいと思います、できたので、じゃあこれにしちゃいます。月曜日なので平日なので怒られない仕事に支障が出ない程度にぜひ来てください、応援しに来てください。仕事優先、仕事に支障が出ない程度で、怒られない程度で、さすがに怒られちゃったらちょっとね、ダメだと思う。頑張ります、頑張ってください。とりあえず明日早く、本当に明日どうやって起きよう、起きられるかな、いや起きないといけない、明日朝5時に始めますので、やめたら全然二度寝していただいて大丈夫なので、明日も来てくださいね。起きれない可能性もある、起きるけど一でも起きるけど、普通にもうなんか しゃべんなかったりしたらどうしよう、ボケーっとしてるかもしれない。目覚まし時計は使ってるの、目覚まし時計っていうかスマホのアラームで起きてます。まっちゃんは冬眠するべって言われました、友達に。冬眠はもう春なのでしません。もしかしたら寝っ転がったままこう始めてるかもしれないし。眠そうな顔を見るの楽しみ。なんだっけ、寝起きってすごい顔がむくんでるっていうのかな、のですごいすごいですよ。あくび楽しみ、あくびは絶対もう 100% します。もしかしたら6時に変更っていうかもしれないので、ツイッターを見てください。この配信が終わった後にツイッターで明日の配信のことを言うので、5時はまだ夜、5時ってどうなんだろう、どのくらい明るいんだろう。パジャマかわゆいの、パジャマは部屋着モコモコのやつです。よく TikTok とかで撮ってた時の部屋着
です。ツイッターフォロー、あ、そう、ツイッター昨日と今日で多分50人ぐらい増えたんじゃないかな、フォロワーの方が。なんか7020何人だったのに今7070何人とかで、そう、50人ぐらい増えたかもしれない。ありがとうございます。めっちゃ揺れる。一気に増えたね。一気に増えました。フォローしてませんでした、ごめんなさい。いっぱいコメントしてくださってたのに。ぜひしてください。今日中に7100いこう。7100いけるかな。ショールームもフォローしました、ありがとうございます。お、あと2万、あらあらっていうか、フォローされましたって今通知来ました。あと2万1000、あと2万1000になりました。今見たら2人増えてた。やっぱり今2人あのフォローされましたって聞きました。すごい見てるってことですね。当たり前か。ネットショップ生写真のオフショットとか見たい。ああるけど、あるかな。なんかもう写真の容量が多すぎて、もうもしかしたら消しちゃったかもしれないけど、探しますね。そしたらメールで渡します。多分明日午後からっていうか夜らへんに配信はできないと思うんですけど、できたらドボンとかはやります。メール限定、メールで待っててください。57分過ぎました、ありがとうございます。ランキング読みます。13位ののちさん、12位さったんさん、11位としくんさん、10位トマソンさん、9位まろやかさん、8位カメムシ兄さん、7位ルカディさん、6位ケンジさん、5位 NON さん、4位ヨウジロさん、3位コズミンさん、2位レディオスさん、2位ヨウジロさん、1位わさっぴさんです。順位が変わっちゃったけど、2日目ありがとうございました。順位が2位ぐらい上がっいまして、ね、順位が2位ぐらい、12位から10位に上がって嬉しいです。あとこれから
上がるか下がるか、上がるかっていうか下がるかわからないんですけど、明日の朝5時からまだやってるので、ぜひ早起きして見て、見終わったら寝てください。ありがとうございました。今日2日目、バイバイ。あと30秒ぐらい。あと10秒ぐらい。バイバーイ。